睡眠さんからです。ありがとうございます。皆様おはみよんです。おはみよん。僕の変身したらなりたいものはホロメンですかね。女の子にもなってみたいという好奇心を満たせ、ゲームやアニメを共有できる人や友達も増えたり、仕事のやりがいがありそうでな、楽しそうでなってみたいですね、と。なるほどね。ホロライブのメンバーになってみたいと。まあ確かに、うちは今とても幸せです。ホロライブのメンバーか。まあ忙しく充実した日々を過ごしておりますが、確かにホロライブはな、みんな仲いいというか、なんて言うんだろう、隔たりがない。なんかあんまりこう先輩後輩とかいう上下関係もないし、まあ楽しいよ。うちはた、あの、自分が好きなことを仕事にできてるみたいな感覚だから、配信も楽しいし、今オーディション募集中です。なんか見たな、なんかリグロスじゃないや、デバイスのオーディションみたいな。まあでもさ、こうホロライブのメンバーになって、こういろいろね、まあ劣等感もあったりとかもするけど、でも結局ね、生きてるとね、何かしらの悩みは必ずあるからね。あ、うっちゃ面接官は3期生の面接があった時に、一回ちょっと声かけられてやったことあるけど、何人かね、全員ではない。しかもなんか最終面接に近い時だった気がする。なんかそれは理由としては、確かなんかまだ会社がめっちゃちっちゃくて、で新しい人を入れるってなった時に、その相性とかもあるんじゃないかみたいな感じで、それでなんだろう、ホロライブに向いてそうなメンバーをちょっと知りたいけど自信がないからみたいな。なんかうち以外にも声かけられた人いるっぽいんだけど、なんかそんなに、うちもたまに、あれなんかな、受かってないのかわかんない。うちはたまたま同席したメンバーが結構受かったなーって感じ。黒幕。いや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 、本当にね、ちょっと後ろで聞いてたりとか、少しだけなんか質問ありますかって言われて、じゃあって言ってちょっと質問したりとか、それぐらいのレベルだったんで。なんだろうね、ちょっとなんかふわっとしか思い出せないや。もうなんかでも本当に それだけだったしな、数回だけだったし、普通に狼見ようとして立ち会いじゃないけど聞いてただけなのでね。まあこの話は置いとくか。いや、この話さ、本当はしちゃいけないんだと思っててさ、ずっとしてなかったよ。でもなんかマリンがその話した後に、ミオ先輩もしかしてこの話ってしちゃいけませんでしたかみたいな。DM 来て、いや別にしちゃいけないわけじゃないとは思うけど、どうなんだろうねみたいな。別に口止めもされてないし、ただまあ言わない方がいいのかなと思って、うちはしてなかったけど、まあ別にいいんじゃないみたいな感じの感じで返事した気がする。ホロのオーディション乗り越えたじゃん。ホロのオーディションね。確かに。ホロのオーディションは、ぬるっと行きましたね。ぬるっとでした。結構すぐに、返事が来て、すぐ終わった。うん。ミオ社が、そう、いた。ミオ先輩がいた。ミオ先輩が面接官っていうか、ミオ先輩がいた。多分、そのホロメンとも、こうスムーズに、なんだろう、コミュニケーション取れるかみたいなのが見られてたんじゃないかな。多分、知らんけど。うん、当時はね。そうだったんです。飾りとしてか飾りうちのタレントこんなのいますみたいな感じで。面接の時も積極的だったの。積極的だったかか。いや、従順でした、従順。
何でも言われた通りにしますみたいな感じのタイプでしたね。どんなこと聞かれたかな。何聞かれたんだろう。何も覚えてねえ。何聞かれたんだろう。でもなんか、あ、もう何でも、はい、頑張らせていただきますみたいな、何でもしますみたいな。もう何年も前ですからね、忘れてしまいましたよ。入っちまえばこっちのもんよ。まあ、そう、事実それはそう。今度は船長が面接官やる方になる、なるやで。船長が面接官？怖くない？大丈夫？圧迫面接。よく怖いって言われるから、気をつけないと。圧が、竹神先輩の圧迫面接ありましたか？え、でも、ミオ先輩はその時は本当に全然、喋っていらっしゃらなかった。ただいらっしゃる。そんな感じでした。ミオ先輩から何かを聞かれるとかそういうことはね、なかったですね。いらっしゃった。そう、それだけでした。まあ何か、コミュニケーションのスキルなどを見ていられたのかもしれませんね。ヤゴと会った入ってから、何日かして、スタジオを初めて行った時にお会いしました。ニコニコしてました。で、その頃は、まあ、でもやめとこう。